通貨っていう部分だけは未だにその、まあ、国っていうものが独占してる事業なのかなって私は思ってて、これが多分作り変えられない限りはインターネットが世界のシステムを作り変えたとは言えないと思うんですよ、うん、個人の戦いのわけじゃないですか。 それってどうなの。これるんで、アメリカの会社とでアメリカのカード会社に接続してそういう出会い決済とか、はい、クレジットカード決済をできてるような会社に、結局経済って国が発行する通貨にコントロールされてはいるので、でもインターネットってそもそもそのもう一個の世界ができたようなものじゃないですか、うん、ブロスの世界がこう相殺されてるのその世界になる。結構その通貨っていう部分は実はこの300年間ぐらいみんな疑ってなくてノンタッチな領域だなと私は思っている。物ももしかしたら所有物もネット上に全部共有されたとしたら、そんな人間って大量生産繰り返さなくても聞けるんじゃないかなと、現実世界から今その会社で通貨極力ネット上で全てアップしまってデータにして戻したくない。僕もだからインターネット決済結構例年とか見てるんで、ね、ガラッと変わる時なんじゃないかな、まあ、アメリカが作ったシステムだったり日本が作ったシステムだったりっていうのも、あの世界の端っこでは守られたいな、うん、世界の面白い人たちを紹介している。